それではここから、セッション1、農業と地方創生始めさせていただきます。今日のですね、セッションの特徴というかですね、簡単に説明させていただきますと、ここに集まっていただいた方々にパネリストなんですけれども、一切資料を作ってきて、くださるなと、全く準備はしないで来てくださいというふうにお願いしております。というのはですね、やはり今丸ビルなんかでやっているパネルディスカッションも必ず登壇者の方々には資料を準備していただいて、モデレーターはまず最初にその方々にその資料に基づいて5分ずつくらい話をしてもらって、その後で、ある程度こう公平にですね、お話しする時間を分配しながら予定の1時間なり40分なり終わるというようなパターンが多いんですけども、今回そういうふうにはしたくないと。来ていただいた方々はもうすでにいろんなところでいろいろお話しされたり活躍されてたりして、いちいち準備しなくてもですね、自分の言葉がボンボン出てくる方々ばっかりです。で、そういう方々にですね、下手な準備をしていただくと、なんかその時間ももったいないし、お忙しい方々なので、それと同時にそこで方向性を準備している段階で方向性を決められるとですね、面白いことは出てこないんじゃないかな。半分は私もフィン様の準備で疲れててですねその資料いただいてもそれをまとめたり何なりするのがちょっとできないかなという、そういうこともあったんですけども、でもそれはそれとしてですね、ここではやっぱりその時にひらめいたアイデアですかね、その時に感じたことを言葉にして、それをこう聞いていただいている方々がこうそれをヒントにしてですね、ビジネスに結びつけている。今まだ少ないですけど、これからどんどんスタートアップの方々もですね、オーディエンスとして来ると思います。で、そういった方々にですね、今日登壇されている方々の経験とか知見とかアイデアをですね、どんどん吸収してもらってですね、ビジネスに結びつけていただければいいなというつもりで、これからやっていきたいと思います。それではですね、ご紹介させていただきますが、私がいちいち紹介するのもちょっと時間もったいないですし、先ほど言ったように皆さんどんどん言葉が出てくる方々ですので、黒川先生の左隣にいらっしゃる松本さんからですね、自己紹介。はい。はい。パーマアライアンスの松本です。私はですね、平成元年に旭化成の医薬事業部というところに就職いたしまして、その後、農業法人の役員として17年間農業法人の経営をやっておりました。農業はですね、もう皆さんもご存知の通りいっぱい規制がある、そういう中で、熊本の田舎から発言しても誰も聞いてくれないということで、これは東京まで出てこないとしょうがないということで、そこで培った技術をですね、横展開する会社ということで、出てまいりました。旭化成の時代はですね、お医者さん相手にですね、いわゆるダークサイドな営業をいっぱいやりましたし、農業に来たらもうちょっとピュアなことができるかなと思ったら、ろくでもない世界だったということで、今戦っております。先週の土曜日急遽ご指名いただいたんで、何の準備もできてない中で話したんですけど、意外とこう見えてアドリブは強い方ですので、今日はよろしくお願いします。栗田と申します。シーク株式会社というですね、いわゆる農業ベンチャーをやっていまして、新しく農業を始める人がいきなりグッと活躍できる仕組みっていうものをリープっていう名前をつけて、いわゆる農業プラットフォームというちょっとカッコつけた名前でやってます。僕はもともと大学で情報工学やって検索エンジンとか作ってたんですけど、その後ちょっと秋葉系の皆様に勝てず、今ちょっと盛り上がってる電通っていう広告代理に入って、ちょっとそこでも延長のきっかけなどちょっと過酷な労働に耐えかねて、電動車椅子のかっこいいものを作るウィルっていう、ハードウェアベンチャーの立ち上げをちょっとサポートさせていただいて、いわゆるベンチャー界隈に、足を踏み入れたと。で、その後、アーキタイプという会社を経て、今、個人で一回、農業、農家として、藤沢市を拠点に、いわゆる収納っていうんですけど、農業を始めて、そこから、今のシーク株式会社の形、および今、リープっていう形を、作っていったという経緯になります。よろしくお願いします。はじめまして、プラネットテーブルの菊池と申します。プラネットテーブルはですね、一言で言うと生産者支援をやっている会社です。で、
まあ、授業の内容は、ぜひスマートフォン出していただいて、線ドと打っていただければ、ぜひググっていただければ分かっていただけるかなと思ってますけど、私がここに入ったのはですね、実は先ほど黒川先生のところで言うと、私大学体育会のですね、4大卒のですね、まあ、大学勉強しなかった組なんですけど、なぜか間違ってですね、20代はモルガンスタンレーとか、投資ファンドとかですね、金融業界を歩んだ人間です。で、その時、僕ちょうど昨日38になったんですけど、28、ちょうど10年前ですね、10年前の誕生日にですね、ばあちゃんから電話かかってきて、山形の農家ついてくれないかと言われました。で、僕その時当時金融マンで、で、その時ですね、世界中の投資家がアフリカだったり山林だったりランド投資とか食料資源確保に投資家が動いて、ものすごい何兆円というお金がやっぱり世界的に動いていた時代を見ていた中で、田舎に行ったんですね、山形の。おおと、なんだこのギャップはと。まあ、農業とか昔から興味あったんですけど、これ、タイプに続く限りはやるけれども、現実積んでるなと。で、どんなに頑張っても頑張っても、50円のものは50円ってなると、モチベーション失われちゃうよねと。で、農業の最大の課題って、その、やっぱお金の問題とかだけではなくて、多分モチベーションとかやる気の問題っていうところがすごくあったので、やる気デザインをしっかりやりたいなと思って、農家さんにとって、いかんともしがたいなと思っているところを東京から変えてやろうと思ってやってるベンチャーです。創業4年に入りました。なので、事業はぜひご覧いただきたいと思ってるんですが、農家さんなり地域をどういうふうな形でテクノロジーを使ってサポートするのかっていうところに取り組んでいる会社だと思っていただければなと思ってます。ありがとうございます。今菊池さんからちらっとですね、課題、最大の課題は、お金ではなく、モチベーションだという言葉がちらっと出ましたけれども、今回のこのセッションは、その課題、ペインポイントですか、ペインポイントっていうのをですね、ちゃんとあぶり出して、そこからソリューションに結びつけていくということをしていきたいなと思ってますので、菊池さんはちらっとおっしゃいましたけれども、松本さん、それからクリスさん、松本さん、クリスさんにですね、農業のあるいは地方創生の課題、それぞれにとって、いろいろあると思いますが、どういうふうに見られているかお発言いただけますか。はい、まずですね、農業というものはやっぱり現場においていろんな課題が出てきていると。で、それをですね、ちゃんと理解できている人はいわゆる行政で少ない。で、私今農水省といつも喧嘩ばかりしてるんで、農水省出入り禁止なんですけれども、まあ、あったらところでさ、農業を経営したことあるのかっていうふうに聞くと誰もないわけですね。で、経営したことないやつが偉そうなこと言うよね、経営局ってなんだよとか言って僕ら言うわけですよね。それでその金融の問題もそうです。例えば政策金融高校、まあ、旧農林高校っていうのがありますけど、農林高校ってですね、いまだに PL と BS とかで融資判断をしてるんですよ。農業って生産性とか生産力とか生産のポテンシャルとかまで判断して、本来は、事業性を評価して融資すべきじゃないんですかね。だから要は返済能力だけを見て、そういう融資をするっていうのも非常におかしい。だから私は生産金融高校なんか潰してしまいと思います。あと成果市場、これもね、カースト制があったり、いわゆる産地部戻し金があったり、もう非常に悪辣な流通構造です。私はこういうのも潰してしまう。私は全て潰して構わない。で、私の親父今81なんですけど、日本の農業どうやったら再生できるかって親父に聞くとですね、焼け払えって言いますね、一言。要は枯れ草が、いわゆる枯れ草を、自分の年齢を枯れ草って言うんですけども、枯れ草が権利を主張して邪魔してる。だから野焼きと同じだ、焼き払え。そうすれば勝手に、まあ、新芽は出てくる。だからどん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 新芽を野にさらしてしまえば、もっと強い農業ができるというふうに思います。で、海外と日本の農業は違うんだって偉そうに言ってるアフガンの、お題ですけれども、農学部の先生がいらっしゃいますが、これも全く嘘です。農業は世界中どうも一緒。それが違うんだったら、なぜ日本の移民が海外で農業できるんですか。できたということは世界中どこも一緒です。私も言ってみましたけれども、全部一緒です。これをね、あえて違うというふうに言わなきゃいけない何かがあるんだろうと、僕は思います。今日は柳田さんにね、もう、苛烈なぐらい言って構わないと言われたんで、今日はあえて言いますけれども、皆さん、同じようなことを世間で言ったら、後ろ指さされますので気をつけてください。以上です。ありがとうございます。お願いします。
いや、非常にテンション高い感じですけど、課題ですよね。結論から言うとですね、時給430円っていう数値がありまして、神奈川県が作成している経済指標で優秀なトマト農家が目指すべき時給は430円なんです。これが農業の本質的な課題だというのを僕は理解しています。で、じゃあなんでそんな数字なのっていうことを因数分解していくと、農業って非常にシンプルに物を作る仕事なので、どれくらいたくさん物が取れるか、でそれをいくら売るかって、掛け算で売り上げが決まると。で、設備投資にいくらかけるか、具体的には減価償却費ですけど、そこのコストプラス年間でかかるラインコスト、これが高いと。で、結果的に粗利が少ないで、かつそれに対して労働時間が多い、でそれで割り算すると時給が低いって、これの5つのファクターの掛け算が全部ネガティブ要素になっていて、その時給になっちゃっているということなんですね。で、皆さん座っていられる方は時給5桁ぐらいいっている方がばっかりかもしれないですけど、そういった本来未来を担っていくべき産業を作っていくべき方、担っていこうとしているぐらいのテンションがある方が、時給430円って農業っていう産業にコミットするのかっていうのは 100% のデフェンディノーですよね。それを抜本的に改善していくには、先ほどその黒川先生でシンギュラティ大学の話がありましたけど、やっぱり10倍とかもう少なくても5倍とか、それぐらいの KPI の改善がやっぱり必要になると思うんですよね。今の例えばアグリテックとかっていうのは 15% か 20% ぐらい改善しますよ、既存農業っていうんですけど、それでも500円ぐらいです、時給は。だからもうやっぱり 500%、1000% ぐらいの本当にディスラプションな改善とかインプルーブメントをどういうふうに起こしていくのかってことに、既存の農業のトレンドとか、既存の農業のプレイヤーの方々とか、あるいはもっと言うと農業を取り巻くアグリテックと言われる方々、イノベーションを起こそうとしている方々の目線が圧倒的に低いっていうのが、僕の一番の農業が抱える課題なんじゃないかなって思っています。はい。ありがとうございます。いい感じですね、なかなか。また先ほどは一言が嫌だったので、まだまだ言いたいことたくさんあっておりますので、たくさんお願いします。ちょっとこの熱より1時間もかかるんですけど、僕はですね、松本さんなり久田さんの お考えすごく心の底から賛同すると同時に、僕のスタンスなりを明確にお伝えしておくと、僕誰が悪いとも思ってないです。大量生産、大量供給、人口増加に必要だった JA だったり、成果市場っていう仕組みは、人がその時良かれと思って作ったものが時代に合わなくなったり古くなったりっていうのはあると思います。どこでもあると思います。世界中から見ると JA と成果市場、特に途上国から見るとかなり進んだ仕組みだと僕は思ってます。で、一方で、それが今の時代だったり非常に合わなくなったっていうところに関して、要は僕はその変化のアジリティってよく言ってるんですけど、スピード感だったり敏捷性みたいなのをやっぱり上げなきゃいけないんじゃないかなというところを思っていて、で特にですね、農業、特にうちの田舎もそうなんですけど、やっぱり、土地と人が紐づいてしまっていることが実は高齢化の原因です。所有とそこでいう生産っていうのがどうしても紐づいてしまってるんで、所有権のある資産って移転しにくいんですよ。で、そういった意味で言うと、普通に例えば土地はもっとどんどん流動的に、いい土地は高く借りられるようにするとか、松本さんがさっきお話しした通りですね、全部世界中農業が、なんか違うか同じとかって議論はあるんですけど、一つの土地だって、日本の国内だって一つとして同じ場所はありません。ありません。全部違います。環境条件も違います。で、あるのはそこに技術者さんたちがそういう環境なり条件に最適化して、生産ができるかどうかっていうところが農業生産者っていう人たちの本質的な価値だと思っていて、なので世界に出たってやれるし、熊本の人が北海道に行ったって、北海道の人が四国に行ったって、できるようにするっていうところでいうと、実は産業においてすごく足かせになってしまっているような、今までの所有権だったりとか規制だったりっていうところだったり、それが良かれと思って作られてきたものだとしても古いので、それをどうアップデートするのかっていうところにテクノロジーを使うっていうのが僕の今のスタンスです。はい、ありがとうございます。3、4のですね、課題が出されましたけど、私が聞いててやはりすごく感じるのはですね、さっきクリスさんがおっしゃったその時給の話ですね。いろんなところで聞くと、やっぱ農業っていうのは楽しいっていう、すごく感じる人が増えてきてるし、家庭菜園をやる人も増えてますし、自然と触れ合うということでそこに魅力を感じる人も増えて、私自身もすごくそれは自分をやってますので感じます。ただそれが就職とかですね、仕事っていうふうにとらまえた時に、そういう時給400いくらっていう現実があって、やっぱり若い人たちがどんどん入っていくっていう環境になかなか なっていかないっていう問題がありますよね。でそれを今菊さんがテクノロジーでやっぱなんとかしていかなきゃいけないんじゃないかっていうのは、
まさに今回ビッテックがもし仮にアグリあるいはそれをアグリテックというような形でやっていくんだとすれば、菊池さん、菊池さんが話した通り、その辺の目線をですね、ちょっと改善すればいいやじゃなくて、シンギュラリティのようにも大幅に改善する、あるいは大化けさせるくらいまで改善させていくというようなことが求められているんだなという気がします。なので、ちょっとその働き手のなり手、あるいはそういう人たちのモチベーションということを考えたときに、その金融、松本さんなんかはまさに今回フィンテックのですね、フィンテックサミットのピッチランというコンテストに登板しましてですね、アグリテックとフィンテックの融合というのを掲げた方でもありますので、ちょっとした改善じゃなくて、先ほどは生産性の問題言いましたけども、そのまさに広告なんかはちょっとした改善を数字にして明確にしてくれるだったら貸すからみたいなそういう世界だと思うので、その辺の人たちに対してもそのもっと大幅な変化できるんだぜっていうようなことを、まさに今テクノロジーを結びつけた時のその金銭的なあるいはその就労の人たちに対してのアピールとして、こんなことができるんじゃないかというですね、今はまだできてないと思うんで、こうすればできるんじゃないかと思われるようなことを思いついたことをちょっといただけますか。はい、僕らはですね、やっぱり、先ほど、まあ、ちょっといろいろ新しい IT ソリューションを含めていろんな技術が出てきている要素、技術要素は出てきているんだけれども、これからそういったものに設備投資をするときに旧来型 その資金調達ではやっぱ限界が来ると。で、生産性とか生産能力、こういったところをじゃあどうやってアナライズするかっていうところがやっぱ課題になってくるわけですね。そうしたら農業生産現場の情報をオンデマンドにこう確認できるとかいうふうな仕組みがいる。で、今私たちはそういう生産情報管理システムっていうのを国際認証に、合わせた形、それでさらに農業系にも合わせた形で作っていて、それを、まあ、情報として、情報ソースとして活用すれば、金融機関が見たいときいつでも見れるでしょうというようなことができる。で、今回のフィンサムのピッチランではちょっと言い足りなかったことが一つだけあって、我々はその間接金融の形でこういうことができるっていうのと、さらに間接金融から今度は直接金融までこういうことができるっていうところの、その直接金融のところがちょっともやもやもやってなっちゃったんであれなんですけれども、もはやですね、資金調達っていうのは、そういういろんな今までの常識的な資金調達からステージがもう変わると思います。今回フィンサムで見てて、いろんなその技術とかもありますけど、考え方自体が非常にドラスティックに変わってきているので、農業者も逆にそういう資金調達方法も変わるよというふうなこと でそういう資金調達がうまくいけば、自分たちが目指すこういうことを実現したいという夢とか、そういったことにもつながっていく。だから私は今そういう夢を描く人たちが増えて、それが実現できるような素地の、まあ、一番ベーシックなところから今仕掛けていこうと思ってるんですけど、おそらくそういうのは多くの皆さんとなんかこうアイデアをぶつけながらブレインストーミングのような形かもしれませんけれども、なんかできるんじゃないかなという兆しはもう今ビンビンに感じているところです。松本さん、ありがとうございます。今回フィンテック皆さんのぶら下げている方はですね、フィンさんが出ていらっしゃると思うんですけど、私も元々専門家ではないんですけれども、今回の講義とかですね、シンポジウムワークショップを聞いてて、その資金調達の部分で特に ICO って言うんですね、ビットコインとかいろいろ仮想通貨ありますけども、そういうのとクラウドファンディングっていうのを結びつけてですね、もう自分で、トークンなり何なり発行してですね、資金調達しちゃうぜみたいな、そういうのがですね、もう海外だと何十億ドルというお金をそれで集めているようなベンチャーがもうすでに出てきていると。で、これ中国はもう真っ先にその ICO を禁止しましたけど、金融庁の人と話をしていると、金融庁はやっぱり様子を見ると言ってます。様子を見るということはもう禁止はしないということですね。で、禁止をしない中で、欧米でもすでに数十億ドルを調達している流れの中で、日本のベンチャー、特に農業の方もそうですけども、本気でやるんであれば、ICO をこう検討されてみたら面白いかなというふうに思ったりもします。クリスさんどうですか、今のそのクリスさんの言い出しっぺみたいなもんですけども400いくらのその就労感そうですね、
僕らは株式会社で、一つこう法人化あるんですけど、その下にいろんな新しく農業を始める人が、僕らの言葉で言うとフランチャイズオーナーとしてぶら下がっていくっていう形になっていて、その農業経営者の方々がどういうファイナンスをするかっていうのは、まさにそのフィンテックの勃興によっていくらでも手段が出てくればいい話であって、金融公庫さんから直接借り受けでデッドで引っ張るのか、ICO で行くのか、あるいはクラウドファンディングで行くのかっていうのは、その各農業オーナーさんがストーリーに攻めていきたいのか、バキバキの事業評価でクレジットを振ってほしいのかっていうところは、なんかもう千差万別あればいいと思ってて、僕らのこうプレイヤー観点からいくと、もうそれはこうどうぞこう、もうフィンテックさんが頑張ってくださいっていう感じではありますと。ただその僕らプラットフォームっていう観点からいくと、そういったそのフィンテックの、インターフェースとかですね、サービスみたいなものと、API を切りまくって、僕らの下にいるフランチャイズオーナーさんたちが、すぐさまそれをこうリファーできるような仕組みを作っていくっていうのはあるだろうと思うんですよね。その松尾さんとも菊さんとも金融部を始められてますけれども、そういった方々と僕らとしてはむしろこうご一緒していって、僕らの中にいる、農業オーナーたちが、こうなんですかね、その価値をこうすぐさまアクセスできる、享受できるようにしていくということが一つ大事かなと思ってます。ちょっともう一個そのフィンテックを具体的にその農業領域で活用していく中でいうと、先ほどその事業性評価みたいなことがありましたけど、やっぱりそのなんていうんですかね、データをすごくありきたりなことで、データをどう集めていくかっていうのがすごく大事で、今そのアグリテクでいうと、上側って僕ら呼んでるんですけど、いわゆる気温とか湿度とか、その外的環境のデータだけがあるんですけど、実は農業っていわゆるその、やってる水の状態とかですね、土の微生物の状態とか、そういったことが割とそのデータとしては重要だったりするので、そこはそのサイエンスとかバイオロジーのテクノロジーが結構噛んでくるので、今割と僕らとしてはそこ US とかですね、イスラエルとか含めて、そういったところのテクノロジーもちょっと注視していると。そこら辺の技術要素を、僕らのこう栽培の環境でデータ化をして、それをフィンテックの方々に投げて、アルゴリズム的にかましていただいて、評価していただいて、こっちにファイナンスを引っ張って戻っていってると。そういった流れが多分今後出てくると思ってて、先ほどの黒川さんの話で言うと、その流れが加速度的に今進んでいる状態なので、僕らとしてはそれにこう、置いてかれないように、むしろそれを引っ張っていけるように、どういうふうに僕らのコミュニティの中で、こう、やり取り可能なデータをちゃんとユニフォームに収集していくかというところを、今気をつけてやっているところであります。はい。ありがとうございます。菊池さんはどうですか？思いっきりちょっと金融っぽい話になっちゃうと、あれなので、ちょっと元金融マーカーを抑えてお話しするとですね、2つあってですね、1つ、僕たちファームウェイっていう農家さん向けの要は資金繰りだったり金融面の、サービスをつい8月にリリースをしているんですけど、まずお金というものに対して僕たちがどういうふうに理解しているかというと大きく2つです。1つは、対価とか評価の、軸だということと、もう1つは明確に手段であるということなんだと思ってます。なのでどうしてもその資金調達っていうとですね、資金を調達することに目的があって、それ何のためなのっていうことが全然議論されてなくて、補助金を湯水のことを使う役所もそれを溶かして平気な顔してる農家も同罪です、はっきり言って。すごく重要なのは、お金ってやっぱり回り物っていうことがある通りですね、誰かがそのお金を引き受けたらそのと同等もしくはそれ以上の価値を生んで回っていくことがすごく重要で、そのために評価なり、評価エンジンっていうものが存在していて、それは特定の方たちをエバリエーションするということではなくて、お金を回していくためにみんなが共通的に作っていった方がいい一つのそのお金を回すためのエンジンなんだよというところを考えると、すごく手段って一体何に使うのでどういう価値を生むのっていう議論をきちっとした上で、それに最適な、設計をするっていうのが金融の考え方で、 ICO だとか、いわゆる、資本で入れるのか、エクイティで入れるのか、デッドで入れるのか、それが例えば運転資金型の1年のローリングでやるのか、でそういったところも含めて、単純な設計だと思っています。で、ファームウェイってどういう考え方をしているかというと、これ単純なんですよ。収穫期ってお金入ってくるじゃないですか。なんですけど、収穫期ってお金出ていくんですよ。パートさんの代金払わなきゃいけない、梱包資材代払わなきゃいけない、種代、苗代、資材代、全部取り込まれます。で、その時に、今、一番の事例さんでちゃんとしていて、結構早く払ってくれます。ただし、流通金額とか、値段はお約束してくれないんですよね。その時の相場で決まっちゃいます。50円だったら50円になっちゃいます。で、僕たちだったらそれ100円で買ってあげられても、普通の商取引って月末締めに月末払いだったりします。
そうするとお金取りに来てる人がいるのにお金入ってこないってなっちゃうんですよね。でそうすると直接取引を広げたくても既存の流通に乗せたくてもお金が入ってこなくて払う人に迷惑かけるんだったら、だったら自営に出しておくっていう精神的なブロックもあるんですよ。そうすると直接取引をやって50円のものを100円で売りたいと思ったら、そのやり気を支えてあげたかったんですよね。なので、何をしたかというと、出荷したらすぐ払うっていう仕組みを僕たち買い取りですぐ払うっていう仕組みにしました。何が言いたいかというと、単純にその人たちが何をしてほしいのかによって金融なんていくらだって設計ができるんですよね。でさっき松本さんのお話の中であったそのいわゆる PLBS と返済能力でっていうところもあるんですけど、当然金融なんで、お金回すために返済能力で見ます。でただそれがアセットベースなのか、収益ベースといわゆるプロジェクトファイナンスみたいに入ってくるお金なりの見込みに対してお金を貸すっていうのがこれから農業の主流になっていくと思いますし、ファンペイもそっちを志向しています。でも農家さんって自分の売る値段に責任取ってないじゃないですか。でこれが最大の課題です。収益ベースで収益ベースで金を借りられるんだとしたら、だったら自営に出しちゃダメですよ。だって相場によって値段変わっちゃうから収益見込めないじゃないですか。だったら、買い取り値段を決めて一定程度、企業もそうですね、どんだけ売り先との取引が硬いかで当然その収益の、硬さって評価されるわけなの でそういった意味で言うと、直接取引、きちっと事前に一定程度の価格が握られた取引っていうようなところにシフトするには、それを支える金融が必要だと思う考え方でやってます。ありがとうございます。今最後の話で言えばですね、よくカルビーさんなんかのジャガイモの直接取引なんかもそうだと思うんですけど、まあ、そういうふうにして選ぶ、収益性でもし行くんであれば選ぶ、でもそうじゃない、もし ある種こうかけって言ったらおかしいですけども、もっと違うものをかけていくって時は、まあ、違った金融の方法を考えていかなきゃいけないっていう、そういうことかもしれませんね。で、一つですね、さっきの時給400いくらって、やっぱどうしてもこびりついてですね、最低賃金みたいなので。で、その、やっぱり農業っていうと、すごいやっぱり、作業も大変で時間かかって、その、一日中働いて、一年働いてみたいなイメージはある一方でですね、やっぱ繁華期っていうことも、まあ、あったりとか、あるいはもう百姓っていう昔から言われてる言葉っていうのは、百の仕事だっていうようなことも、こういう人もいたりしてですね、そうするといろんな、副業とかですね、まあ、いろんなものをこう傘作ったり、昔で言えばですね、傘作ったり、こう、わらじ作ったりみたいなこともできる、あるいは俳句仕事もできるとか、いろんな形で副収入をですね、得られるっていうようなことも言われてると。で、まあ、兼業農家みたいな形の人も実際に多いというようなことを考えるとですね、これからじゃあ、若い人が農業に入っていくといったときに、時給なんぼっていったときに、それしか収入の道がないというふうに思ったら、もう、それが時給が4000円になってからじゃないと入らないというような論理になっちゃうんだけれど、もし時給なんぼで、400なんぼでもですね、もっといろんな収入のルートっていうか、他の仕事でもまた収入を得られる。例えば、エアビービーって言っても、黒川さんが出ましたけど、家とか土地とかあるんだったら、そこにそういうものを建ててですね、そこの収入も加えるとか、あるいはその美味しいものが形悪くてもあるような野菜があったら、そこでレストランを作って、経営してみるとか、そういった形のちょっとですね、今ちょっと方向をあえてずらしてみるんですけれども、農業でのその収入、農業でのその事業性の評価みたいなものからちょっと外れたところで、非農業っていうんですか、農業以外の収入のルートも見つけ出していくっていう道筋っていうのはないんでしょうかね。この辺どう思いますか。今度菊池さんの方からじゃあお願いします。ですね、僕は基本的に、兼業超賛成派です。っていうのは、うち山形ってさっきお話したんですけど、もう雪すごいですよ。農業できないんですよね。で、伝統的に11月、米の収穫が終わって11月から酒の杜氏になる方っていうのは昔いっぱいいましたし、仕込みにお手伝い行かれる方もいましたし、今うち何やってるかっていうと、北海道とか東北の生産者さん、12月から、東京に2ヶ月半とかうちに来てもらってます。で、それでうちの配送だったりとかを見てもらってます。そうすると何が売れるのか、どういうものがニーズがあるのかっていうのも分かってますし、で、俺春から作るわっつって、意気込んで帰っていきます。そういった意味では、今の時代って僕もっと兼業をどんどんやるべきだと思ってますし、その農業は専業農家はなんかちょっと兼業農家のことをバカにしてたりするんですけど、兼業って本当に土地だけ持ってて貸してて、週末土日ちょっと米作りちょっと畑見回ってますみたいなのは、それは逆に兼業農家とすら呼んじゃいけないぐらいの、レベルの話なので、
僕はそのポジティブに、兼業なりっていうのはやった方がいいと思ってる派です。ぶつけるようで言うと僕は兼業超反対派なんですけど、ちょっとすごくこの議論難しくてですね、議論を出発する時の目線をどういう目線でスタートしていくのかってことが結構すごく重要だと思います。で、僕らとしては大変青臭い言い方をすると、その日本とか農業っていう産業をどういうふうに良くしていくか変えていくかっていうことに原点を僕らは置いているので、その観点からいくと兼業農家っていうのは非常に問題があると思う。でちょっと一つまた数字ご紹介すると、日本のこう農家数っていうのがあってですね、そのうち 80% ぐらいは兼業農家さんなんですよ。でもその残りの 20% の専業農家が 80% ぐらいの農業所得を生んでるんですね。なのでその非常にそのいわゆる生産能力とか生産所得っていうことからいくと寡占な状態になっているというところがあって、僕らとしてはその農家数はどんどん減っていくべきだと思ってます。でそれ大体減っていくのは兼業農家さんなんですね。なんで基本的にはその農家とかファーマーっていうのはこう少数精鋭であるほど、その農業っていう産業は筋肉質になっていくと思っているので、そこからいよいよその農業でどう変えていくのっていうことがなんかこうスタートできる訴状ができてくると思っているんですね。でそういった方々ってもう本当にもう経営者になるので、もういわゆるデータとかですね、サイエンスとかでも普通にアクセスができて、テクノロジーができると。で、どんどんそのいわゆるコングロマリットっていうんですかね、シンジケートっていうんですかね、要はその、先ほどのこう、繁忙期とか閑散期とかってあるんですけども、完全にその一経営体で産地リレーができるような、もういわゆる東北とか北側と南側に普通の一経営体が産地を持っているとか、当然海外に行って、もう輸出とかをせずに現地生産をしていく、いわゆる技術輸出していくみたいなことが、まあ普通に5年単位とかでいけば当たり前になっている。でそういった時にどういうふうに、まあ、そのいわゆるシリコンプレートが含めてグローバルで議論されているインターフェースとかダッシュボードとかそういったものをその農業基盤として用意していけるか、そこに多分兼業農家さんってアクセスするイメージあんまりないですよね。ただその趣味として菜園をやるとか、自分で、まあ、食べるものは自分でちょっと庭で作るみたいなことは、農業って産業と全然別の、家庭菜園という一つはまた違うマーケットなんで、そこは全然こう楽しみとか趣味として、オプチュニティがあればいいかなっていうのが、まあ、僕の立場ですかね。はい。ありがとうございます。栗田さん、今ちょっと質問なんですけど、その経営になるというのは多分菊池さんもそうやって経営されてるので一緒だと思うんですけど、その経営をする、その経営体があったとしても、そこで人を雇う、雇わざるを得ない局面になった時の、その人の給料とか時給とかっていうのはどういうふうに考えてらっしゃるんですか？なんでまさにその、まあ、シンギュラリティ大学で言うと、まあ、スケールっていうフレームありますけど、その一番最初の S が、いわゆるそのスタッフオンデマンドですよね。だからオンデマンド人材をどれくらい柔軟に確保できるかっていうことを、まあ、ちょっとプラス配送っていうのが僕らあると思ってるんですけど、まあ、先導さんでやられてる。なんかその2つっていうのは結構農業を産業としてこう円滑にガンガン回していく上ではボトルネックになると思う。そこのこうサービスとか技術の復興を今僕らとしてはちょっと密かに待っている状況になります。実際その生産者っていうのは大体繁忙期がみんな一緒になるので、なんかそこでこう優秀なパートさんは取り合いますみたいな、そこで時給がなんとなくつり上がっていくみたいな現象が僕らもすでに起きているんですね。だそういった意味で、まあ、僕らのその非常にローカルな事例でいうと、例えば農協高校とかと連携をするとか、ちょっと軽度な発達障害のアセスメントやってる会社さんと連携をして、要はそのピークの部分だけ、ショットで1日3時間だけ来てね、みたいなことが、まあそういったその農業に隣接する領域とかで、まあ人材があるので、まあそれ今結構アナログワントゥーワンでやっちゃってるので、ちょっとそれをこう仕組み化するアメリカとか出てきてるようなオンデマンド人材サービスが欲しいなっていうのが現在地です。松尾さん、いかがですか？そうですね、まあ東北、北海道の皆さんというのはその雪っていう問題がやっぱどうしても避けられないので、その間に、まあ、農業に関連するよう なんかその仕事をするっていうのは僕も否定はしないですね。でただいわゆるその電波とかあるからとりあえず米作っとけっていうような兼業だったら僕は、ネガティブっていう感じがします。それと先ほどの時給の問題なんですけれども、これね見るポイントを変えるとまたちょっと違う視点があって、要は作業はこういうふうに やらなきゃいけないっていうところの流れでいって時給が下がっている場合もあるわけですよ。でいかに無駄なこう行為を減らしていくか、それによって、効率的に生産を拡大していくかっていうことを計算に入れると、時給を上げることもできるんじゃないかなと。実際我々はそうやって時給を上げていってるわけですから、そういうこともできるんじゃないかなと。
だからいわゆる生産性っていうのを、まあ、例えばトヨタみたいな感じの感覚でですね、その無駄な作業、無駄なことを省いていって、で意味あることはやらなきゃいけないけれども、そういうこともできるんじゃないかなというふうに思います。それと農業の担い手はですね、皆さんが思う以上に実はもう相当これから減少します。おめでたいぐらい皆さん国産品は手に入らなくなりますので、よかったですねって言いたいですけど、まあ、僕らからするとそれで、まあ、逆に需要と供給のバランスがこうバランス取れるようになるかなと思ってるんですけど、我々のシミュレーションで言った後ですね、2030年、今大体200万人ぐらいの担い手数いるんですけど、多分2030年から35年にかけて50万人減ります。150万人いなくなります。高齢化が進んでるんで、だから4分の1に、あと15年から20年で4分の1になります。ですので、そうなってきたとき、今の既存の形で、農業をやってると、まあ、無理かな。だから当然そこに僕らが期待しているのは今ロボティクスですね。この技術要素ができればもう早い時期にどんどん来てほしいなというふうに考えています。で、実はですね、後継者のいる種苗農家と言われる、農業だけで売ってる方も実はほぼ1年に1万件ずつぐらい携帯数減ってるんです。だから、このままいくとですね、今29万件しかそういう方々いらっしゃるので、多分実動で本当に戦える農家さんっていうのは、いわゆる前年で戦う農家さんというのは5万件ぐらいの数になるんじゃないか。そうするとですね、1軒あたりのその種苗農家の経営面積っていうのをシミュレーションするとですね、約20ヘクタールです、全国平均で。で、北海道は今平均で20ヘクタールなんですね。そうしないと日本国中耕作放棄地だらけになる。だからところがビニールハウスとかで栽培するような施設園芸とか、ブドウとか桃のような非常に集約的な作物っていうのはそんな面積絶対作れないです。だからやっぱりその社会政策的な部分と産業政策的な部分をちゃんと組み合わせて、これはですね、もうとにかく一番この現実が分かってないのは農林族のアホな議員ですけれども、民間からですね、もっとそのリアルはもっと大変なことが起こるぞと。で、農業を守れって言うけれども、農業を育てるっていう発言が一個も出てこない、アホな農林族。で、やはりですね、これからやっぱそういう育てるというプロセスが社会的に必要になってくる。そうすると、またその経営のやり方についても、兼業というやり方でもいいアイデアが出てくると思うし、専業でももっとこう、新しいフォーマットが出てくるんじゃないかなと、そういうことを期待したいと思います。菊さん、どうぞ。すごく、この件、重要な件だと思ってて、少しお話をしたいと思うんですけど、先ほどの時給の議論っていうのに矛盾を感じになった方いると思うんですけど、ぶっちゃけ農家のパート高いですよ、時給。高いです。千何百円とか普通に払ってますし、僕たちも配送全部自社で取っているので、すごく高いです。だから、400円っていうデータを、黙って眺めてるのがおかしいんですよ。僕経営者で365日24時間。なので、割ったら僕多分うちのスタッフより僕時給低いですってことなんですよ。つまり、天候もあったり、夜中も見回りしなきゃいけないので、その時間で割ったら時給400円になるんですけど、時間で雇っているパートさんとかに関しては全然安くないんです。だから所得が、農業に関わると所得が低いっていうのは嘘ですね。逆に言えばデータの見方としては僕は正しくはないと思っていて、ここがすごく重要なんですけど、実はそれを払うほどのインカムがないんじゃないかと思っていて、で、なんできついから、実は生産者さんはどんどん、まあ、分かりやすく言うと賃金下げたい、なんていうんですか、人件費下げたいですし、で、もっと言うと、留学生という名のですね、ご存知かもしれませんけど、いろんな方村とかで問題になりましたけど、研修という名のですね、外国人労働者を使ってほとんど払わないと、不払いを起こしているとかっていう事件も起きていたりとかします。で、そういった意味では、僕はもう単純に経営が苦しいからでしょうっていう、それはインカムのデザインをちゃんとやってないからだよねっていうのが、まず根本的なところにあると思っています。
で次にこのインカムのデザインなんですけども、僕は基本的には今先ほど栗田さんが言ったのは基本的に本当に電通的な発想だと思っていて、要は産業を強くするときに大きいところがコンゴロマリットを作る時代から今は、個人で作れる人たちが自分たちの規模感で最適になっていて、でそういう人たちが、自分たちなりに、たくさんいる産業の方が、すごく、しなやかでレジリエンスな産業にはなっていくのかなと思っていて、で先ほど松本さんもおっしゃった通りですね、大型化できたりとか、リレー化できる作物っていうのはもう限られてます。主要な作物、年間通じて需要のある作物であったりとか、量産ロボティクスも含めた量産化が向く作物っていうのはごくごく限定的 でただ、特に日本もそうですし、もうそのアジアはですね、小さくて、基本的に土地にもいろんな性質があったりします。で適地適宜適作を本格的にやろうと思うと、僕は小規模でも一定程度回っていけるような、今個人のクリエイターさんとかデザイナーさんとか小規模の広告代理店とかがすごく活躍することで、そのクリエイティブな産業が強く成長しているというのと同じようにですね、農業はもうちょっと、小規模で、収益がきちっと回っているモデルっていうのを施行するべきなんじゃないかなというように思ってまして、でこういった意味では、小さい会社さんが、1人2人時給1500円ぐらいで雇って、自分も数百万稼いで、好きなことをクリエイティブに仕事をしていくっていうデザインの方が多分おそらく、今の農業のアセットと、考えてもフィットしてくるのかなというように思ってます。ありがとうございます。今の話聞いてですね、ちょうど、1ヶ月くらい前にMRT ラボの伊藤浄一さんにインタビューした時にですね、伊藤浄一さんすごい面白いことを話してて、まあ、AI の話なんですけれども、 AI の話すると、まあ、一つはAI を使ってですね、先ほどロボティクスの話をしましたけど、人の仕事が奪われるとか、そういう側面に目がいったりとか、あるいはビッグデータと結びつけてですね、どん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 こう Google とか Facebook みたいなところが独り立ちしちゃうと、そういう会社をだから早く日本を作らなきゃいけないという議論になるっていうふうになってますけども、伊藤浄一さんのところの所長やってる MIT ラボは全然違っててですね、 AI ってのはそもそもそんな何も大きいところが独り勝ちするようなものだけが AI じゃないと、もっと小規模で身近で小さなコミュニティの中で非常にそこにカスタマイズされて有用に使われる AI があってしかるべきだし、そういった AI がですね、その世の中、伊藤さんに言わせれば世の中どんどん複雑化しているので、その複雑化しているものに合わせて、しかし非常に人にですね、うまくこう活用されるような AI というのを、存在するはずだということで MIT ラボを研究しているんだということを明言していました。なのでそういう意味でいくとですね、今菊池さんおっしゃったような小規模でも全然いいじゃないかと、ただそこにそれでも1500円の1人2人のパート分のお金を払えるような経営の仕方が存在するとか、それでそのやってる人たちも、それらの収入が得られるような、仕組みができるとかっていうのは多分新しい感じだなと、特に日本的な感じだなという気がするんですけど、ちょっと数えていいですか。誤解がないように言っていうと、多分今の議論というのは最終的なエンドユーザーっていうレベルの話だと思うんですけど、僕らのですね、栽培のですね、600平米っていうのが一番最初のユニットなんですよ。これってかなり既存の農業だと狭くて、6R っていう面積なんですけど、そこの最小のユニットエコノミクスをどう最適化していくのかっていうところは、まさに農業の、お二方おっしゃってるとおり一番大事なことなんですよね。で、その上で、それを再現可能な状態で、ある種プラットフォーム化していくかどうかっていうところが産業として問われているところだと思っていて、その、いわゆるエクスポーネンシャルなこうプラットフォームを作るかどうかっていうことが僕らとしては一番興味があるんですけど、それはなんか全然エンドユーザーの農業ユニットエコノミクスはまた別の話として存在していくべきかなと思っていて、まあそこの中枢に AI がズバンとあって、エンドユーザーの中でもある種 AI というか、いわゆる機械学習が回っていくような仕組みとか産業とか、いわゆる栽培形態が作っていけるかどうかっていうところ、大事だと思うんですけど、はい、ありがとうございます。それと栗田さんさっきちらっと言ってた話の中で、その流通の部分だとか、あるいはその人のその部分ですね、そこでなんか外、まあ、栗田さんがじゃなくて外からそういうものがどんどん出てきてほしいというのことをちょっとおっしゃってたと思う。多分これはセッション2でもですね、人手不足と宅配クライシスのところでもですね、出てくる議題だとは思うんですけれども、まさにこの人がこれからあるところではどん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 仕事がなくなっていくって、人手不足で人を集めるの大変だって言いながら、でも昨日一昨日の三菱のですね、平野会長の言ってたと、これで言えば
バッサリ削りますよと。それはまあバッサリ削るのは当たり前の話でですね、メガバンクなんかにしてみれば、これからあの J コインなのか分かりませんけど、電子マネーにしていったら、それぞれの銀行していらなくなると、麻生さんも言ってましたけど、減らさなきゃいけないところが一方である反面、人を集めるのにものすごい苦労していくという部分がある。この辺の、なんですかね、ギャップみたいなものって、皆さん本当、現場で感じられていると思うので、どなたか、松本さん。はい、私はですね、実は家があの熊本県の益城町にあってですね、例の熊本地震で大変な目に遭ったんですけど、熊本地震から半年後、我が町の、解体作業の時給は5000円でした。もう、絶対に人が集まらないですけど。これで、今大体平均で1000円から1200円。これ東京並みなんですね、熊本は。で、今まで私どもは、野菜をですね、収穫して、選果選別して、袋詰めまで、もういわゆる最新商品系までやってたんですけど、もはやそれがもう維持できない。パートさんは高齢化するということで、非常にやっぱり人手不足になる。で、こういうことに、その、いわゆる景気の良し悪しで、景気良くなってくれないと農産物の価格も下がっちゃうんで、良くなってほしいんだけど、今度は人がいないっていう問題が出るんだったら、もういっそのことを、もうロボット。というふうにやっぱ思います。で、AI 化されるのも大歓迎ですね。それで、その仕事がなくなるとかなんとか皆さんおっしゃるんですけど、そうなるという前提で考えれば、じゃあそうなった時に自分の生き方をどうするかって考えてもいいだけの話で、そうなったからあの人が悪い、この人が悪いって文句を言う前に、自分であの雨が降るのに、傘もささずにですね、その雨が降った方が悪いみたいなことを言うっていうのはもう本末転倒だと私は思います。あの先ほど黒川先生がおっしゃったようにですね、やっぱり自分の生き方っていうのはそういういろんなあの環境にやっぱどん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 さらしていくっていうことは僕はすごく重要で、まあ、農業もそうやってさらしていくことによって変革すると思います。やはり人の問題というのはですね、これから慢性的に日本の農業というのは大変な状況になるんじゃないかなというふうに思います。AI とか人工知能とかロボットって今すごく、議論されてると思うんですけど、現状おそらく誤解がある部分も あると思っていて、万能なものではないということ以上にですね、今人工知能とかってちょうど目と耳がついたぐらいのタイミングで、実は手がないですね。手と足、身体性がまだなくて、いや身体性がないので、身体的なラーニングと身体的な再現が今できないっていうのが現状で、おそらく人間の、特に収穫とか、逆に松本さんが17年を培われた生産者としての技術だったりっていうものをデータ化することはもしかしたらできるかもしれませんけど、それを再現する方法っていうのはしばらく時間がかかりそうだなというところがあるんですけど、 AI ってどうしてもそこに期待がいっちゃうんですよね。どうしてもこう人型のロボットのイメージっていうのがどうしても皆さん、多分僕これ先入観だと思っていて、AI ってもうちょっと、僕データドリブな世界だと思っていて、何ができるかっていうところで考えると、今人がやんなくていいことを解決した方がいいんじゃないのって思っていて、さっき僕365日24時間本当に24時間体制で僕のことしてる人は僕睡眠 2、3時間ってご存知だと思うんですけど、そういう状態の中でも、例えばですね、よく夜中の見回りとか雨が降るかもしれないとか、獣害、獣が出たとかっていうところとか、病害虫が出て、局所対応すれば全部潰さなくて済んだのに、発見が遅れたせいで全滅とかってところも含めて、人間が苦手もしくは寝たい時間とか、人間がやんなくていいところを、センサーとかできちっと解析して、で、それに対して適切な対応を AI が導き出して、勝手にドローンが飛んでいくとか、動物が嫌な音が鳴るとか、そういうふうなところでの、技術の一つの、接続的な技術として、応用するべきなんじゃないかなっていうのは僕の今の思いで、今どうしても人間を代替させるっていうところよりも、人間の労働時間を削ってしまった方が、おそらく、一人でも、やることに集中させてあげるっていうことに関して言えば、労働力っていうのは一定程度、解消できるんじゃないかなというふうに思っています。いや、面白いですね。ちょっとこの辺でですね、皆さんすごくいろいろな貴重なお話されたので、会場の人、あるいは黒川先生も含めてですね、どなたか何かこう聞きたい、あるいは言いたいというような人がいたら、発言を求めますが、どなたかいらっしゃいますか。黒川さん、どうぞ。ちょっと栗田君は面白いなと思って。
チャイズするっていうことを考えていて、そういう人たちを呼んできてもやってるので、でどこに行ってもやれるようなシステムなんですよね。で実際に430円だったのが2年半で2500円ぐらいです。そうですね、はい。その辺のストーリーをやってあげた方がいいかなと。あ、そうですね。まあ今実際僕ら幹部もタジキスタン人が最高開発責任者で、まあ来月からインドネシア人が来たりとか、今ちょうど現場のデンマーク人が与えた、まあ大体半分ぐらいコミュニケーションも僕ら英語なんですけど、まあその日本はまあマクロトレンドで言うと、まあ、GDP 落ちていくよね、みたいな。まあ、食べる人がやっぱり前傾していくよね、っていう中で、まあ、どうやって海外とかアジアとかに、まあ、マーケットを広げていけるか。で、まあ、それは物の輸出っていうのは、なかなかいろいろコストが乗っかっちゃうんで、まあ、現地で生産したらお互いリーズナブルじゃない、なんじゃないかっていうのが僕らの仮説としてあって、まあ、それはこう、マーケットのなんですね、野心的に捉えた時に一つあると。で、もう一個、そのタジキスタン人の彼とかが言えば、タジキスタンって国土の 90% 以上は山で、まあ、なかなかこう、いい土地がないと。で、その中で、要はその再現可能な栽培っていうことを組み立てるのが非常に難しい。で、JICA さんとかも農業技術のまあ指導とかやってるんですけど、なかなか中央アジア、西アジアの方に手伸ばしきれないよね。まあ、割と置き去りにされちゃってる部分があると。なんかその電話回線がこうアナログじゃなくていきなりインターネットになったみたいに、その農業技術もこう飛躍的に一段飛ばしで、そのいわゆる勃興していくようなことが、まあ、その特にアジアの東南アジアはいろんな方がいるんで、まあ、西アジアとか中央アジアの方で起こしていけると、まあ、そのありがとうって言ってくる人結構いるんじゃないかなっていうのが僕らのベースとしてあります。なんでその先ほどの600平米っていう栽培もどうすれば場所を全く変えてもできる限り再現可能でボラタリティが少なくて栽培ができるかってことに着想を置いていて、まあ、今やってるっていう感じですかね、はい、そういう意味では最初からオールジャパンじゃない、ジャパンじゃなくて最初からもう世界で取り替えるものをどん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 呼んでやってるから、それは発想そのものがいいなって、ね、ありがとうございます。そのまさに先ほどのどなたかの発言で、松本さんでしたっけ、農業は別に世界と日本と違わないという話を、そうですね、やっぱりその時に違わないんだけれども、すごくローカルなビジネスとしてそれぞれやってたっていうところが、今まさにグローバルな形でやりうるいろんな環境が整ってきた、そこにいろんなビジネスチャンスというのを見つけ出していくというのは、人の問題もそうですし、いいか情報の問題、それからやらなくていい仕事をの部分にまさにそこにフォーカスしてやっていくと。そうすると人手不足だなんだって、人口少なくなってきたといっても、そのやらなくていい部分は減ってるわけですから、残された仕事っていうのはより人がやるべき仕事になっていくという意味でいけば、そこの価値は多分高くなっているだろうということで、時給は少し高く、その時給が高くなっていったときに、今松本さんおっしゃってましたけど、やっぱり菊さんもおっしゃってましたけど、収入、生産者のですね、農業従事者 の収入というかですね、収支がゆとりがあればですね、それ払っても大丈夫なんですけど、多分今のお話聞いてると、パートの人たち1200円1300円、それでも足りないっていう環境の中で、じゃあ全体の収益儲かってるかというと、なかなか完全な利益を得られていないという感じもある。多分昨日の麻生さんの話もそうなんですけれども、結局その資金調達のフィンテックになって言えばですね、資金調達の凄さっていうのは多分そこの問題を解決しちゃうんじゃないかな。で、今なんとなく日本のベンチャーで言えば、ホリエモンさんの時とかですね、ライブドのいろんな村上さんもそうかもしれないですけども、なんか大きな額をこう資金調達してしまうとですね、そこに何十億ドルとかそういうものが集まっちゃうと、それだけでなんとなく怪しいとか、いやらしいとかっていう目で見るんですけども、多分、収支的に言うと全然儲かってないのに、何十億ドルのお金を調達してるのはアメリカには5万とありますよね。アマゾンなんか今でもまだ儲かってねえじゃないかっていうような会社ですけども、それでも全然投資するところがある。多分それはストーリーが、中長期的なストーリーに投資してるっていう部分があると思うんですけど、もしかしたらそういう調達をしちゃえば、今言った問題の中のすごいこのマージナルな人を雇うっていう問題の苦労から弊社の方々が解き放たれて、もっとすごいアイディアをもっとすごいビジネスに結びつける方にコンセントレートできるような可能性ってあるんじゃないかと思うんですけど、この辺りのまさに経営者のお三方ですね、もしそうだったらそうなるんじゃないかっていう私のこの発想というのは甘いですか、どうですか。私から見てですね、私も企業いたんであれなんですけど、最近ね、その企業の方を含め農業現場 の経営者も含めてですね、ちょっと僕が懸念しているのは、そのすっごい短期的なね、マスターベーション皆さんお好きなんですよ。
ところが、その自分はどう生きたいとか、将来何になりたいとか、どうしたいっていうことはね、大企業ですら出てこない。だからね、いろんな交渉するとね、外国の企業さんとは話を普通にできるのに、日本の企業と話すると全然通じないんですよ。だからね、僕は大企業の皆さんにも申し上げたいけれども、あなた方も相当病んでるよと。もう、腐ってるというふうに僕は言いたいです。で、農業者の皆さん、特に若い皆さんに言うんですけど、あなた方が本当にあと20年、30年農業をこれからやるって言ったときに、それこそ日本だけでいいの。海外にサテライト作ってもいいじゃないかと。で、それをどうつなぐの。じゃあ情報システムが必要だよね。そういうのはじゃあ僕らも用意するよと。で、言葉の壁を越えるためには、じゃあ、自動翻訳できるようにすればいいだけじゃない。解決の方法っていくつかこうアイデアとして組み合わせることによってできるわけですね。で、やっぱりそういう長期的なストーリーを実は日本人っていうのはいつの間にか作れなくなってきてるっていうのが、実はそこまで結構問題なんじゃないかな。まあ我が娘もですね、去年就職した時にですね、とにかく上場企業に入りたいと言って入りましたけど、今になってなんか私の人生これでいいのかしらみたいなこと言って、だったらお前一回変わればいいじゃんっていうふうに言うぐらいですけども、やっぱりなんかちょっとこじんまりしてるのが残念かなっていう感じでします。ありがとうございます。栗田さんどうですか。まさに今そうおっしゃったように すごく大事なポイントかなと思ってまして、僕らもその今メンバー入ってもらってるんですけど、基本的には僕らフランチャイズモデルなんで、もう積極的に独立してねっていう前提で入ってもらってるんですけど、一番最初に僕らが聞くのは何したいのっていうことなんですね。やっぱりその先ほど菊池さんがおっしゃったように、そのお金を集めるってまさに手段だと思っていて、割とその世の中的にお金余りつつあるよねみたいな話の中で無理やり引っ張ってくることはできるかもしれないですけど、それを手段として何を実現していくのかみたいなところとかっていうのは、農業は特にそうですけど、日本全体的におっしゃったように、そうなんだろうなってことなんで、割となんかそういうモチベーションマネジメントとか、結構ソーシャルサイエンスの話ですかね、ここら辺は。なんかその、割とその農業の現場ってナチュラルサイエンスで回ってるけど、それを動かしてる人たちのソーシャルサイエンスが欠落してるみたいなことが結構あるので、僕らとしてそのこうソーシャルサイエンスをどういうふうにプラットフォームで入れていくかっていうところもちょっと今試行錯誤を始めてるところですね。メンバー自身がどういうベクトルで向かって農業に対して活躍、いわゆる貢献していきたいのか、それを実現するために、あまたパートさんとかがいるんですけど、そういう人たちをこうどういうふうにうまく、マネジメントして実現していくのかみたいなところが結構意外と仕組みとして農業はなかったのかもしれないなっていうのが、今の感覚ではありますね。ありがとうございます。ちょっと待って、菊さんに渡す前にちょっとですね、今の話を聞いてて、SBI ホールディングスっていう会社、今回のプラチナスポンサーになってもらった北尾さんっていう社長さんはですね、だからそこいろんな投資をたくさんしてます。ベンチャーにどんどん投資してますけども、最初にその投資するかどうか決めるときに相手に発する問いというのはまさに、で何したいのと、あなたは何をしたいですか、いくらいりますかじゃなくてですね、儲かりますかじゃなくて、出資がどうですかじゃなくて、何したいのということを聞くそうです。それでその時に言葉詰まってしまうと、やっぱこれはダメなんだなということを、もう一つの企画、非常にシンプルだけれども結構重い質問ですよね。なのでその長期的なストーリーを作れなくなっているというのは、本当は新聞社 の企画なんかもそうですけども、AI がっていうとすぐ AI に取り付いたりとかですね、なんとかって言えばなんとかって、こう本当そういう意味では100年の体験みたいなものとかですね、100年までいかなくても2、30年でどうなる、自分の子供の世代にどうなるということすら、なんとなく得なけなくなっているというような、そうやっぱなんとなく切迫感というんですかね、そういう短期思考になっているというのは非常に感じる、反省を含めて感じます。菊さんどうですか。実際 SBA さん、うちの株主の方で、メッセージされました。はい。されましたけど、僕たちはですね、実は生産者支援をやっているんですけど、大きく輝いているのは、食料危機確実に来るって言われているものを来なくできないかっていうところに向かっていて、僕、農業というか、農業界なり、生産者全員に聞いてみたいんですけど、なんで農業やってるのなんですよ。つまり、食べ物を供給する産業なんですよ。で何が言いたいかというと、食べる世界が少しずつ変化していっているのに、今までと同じように大量生産大量供給のモデルを、普及させたところでですね、それはコモディティ化していくだけだし、おそらくそれが時代に合ってこなくなっているし、マクドナルドとか見れば分かりますよね。
僕は元投資ファンドで、某日本最大の S 社というですね、最大の、ファミリーレストランチェーンを担当した後だった、もう彼らが、70年代80年代に生まれてですね、2000年代に、衰退していたのは食の変化です。大量生産、大量供給、汎用化された食事に、人がそれを、積極的に食べたいと思わなくなったからです。でそういった意味では食の多様性とか、もし個人最適化だったり選べる社会を少し先にデザインする、もしくはそっちの方に今社会全体が動いている中で、確率的な生産だったりとか、それを大量生産、大量供給、安定供給させるっていうことを目的とするんじゃなくて、量なりエネルギーなり栄養なりっていうものは確保する必要はあると思うんですけれども、品目とかそういったものは多種多様であっていいですし、同じトマトであっても、沖縄から北海道まで、違うトマトが年間いろんな生産者から供給されて、同じ100トンでも100トンを一生産法人が作りフランチャイズにし、どんどんこういうようなやはりヒエラルキーを作っていって、所得構造を変えていくというよりは、独立した、1トン出せる生産者が100人いた方が、おそらく、これからの、食の時代だったりとか、個人の、需要とかにも合っていくんだと思ってるんですね。そういった意味では、実はファイナンスっていうところの話を戻させていただくと、一言で言うと、皆さん忘れてるのは、ファイナンスの最大の手段って売り上げです。売って付加価値で対価をもらうか、借りるか、出資してもらうかの大きく3つです。なんで一番最初の議論をちゃんとやらずに、借りたりとか出資したりってする議論がある。Amazon 儲かってない。嘘ですよ。皆さん勘違いしないでください。これ今すごく嘘、SNS とかでも流行ってますけど、Amazon むちゃくちゃ利益出てます。むちゃくちゃ利益出てるものを、もう利益出ないぐらい、税金払いたくないんで利益出ないぐらい R&D コストにしてます。で、会計、アメリカの会計基準だと R&D コストは、全部送金参入できて落とせるので、ずっと利益が出てないように見えて売り上げバーッと上がってるんですよ。よく見てください。ここ全部 R&D コストですから。その膨大な金を突っ込んで、強烈な流通インフラを作ってるんですよ。彼らは売り上げから資金調達をして、それを技術開発に転化してます。なので、資金使途は明確に技術革新とインフラを作るんです、彼らは。で何がしたいのっていうのは、彼らは社会の流通インフラになる。つまり彼らって本質は物流です。で僕らも同じことを思考しています。でなので、自分たちがより大きくなって、今後なんか、収益が多くなって、それが農家さんの、一つの成功モデルっていうのも一つの考え方だと思うんですけれども、小さい人たちが回っていくためのインフラになるっていうところのプレイヤーが僕は欠落しているんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。あと、その、昨日の時と、フィンテック聞いててですね、昨日麻生さんも言ってましたけど、この銀行法改正とか、いろんな形で金融機関がですね、これからどんどん出資できるようにしましたと。なので、金融機関さんは、もっと大胆にですね、そういう意味では出資すべきだということを言ってます。で、今日ですね、オーディエンスの中にですね、金融機関さんがいらっしゃいます。目がちょっとあったかと思うんですけど、荻野さん、農林中期のですね、荻野さんがいらっしゃってて、さっきからちょっと松本さんの言葉のたびにちょっとどう思われたのかなみたいなのがありますけども、いや僕は政策金融全然打ち合わせない農地で出てきたらどうしようかなと思ったんですけど、いえドキドキしながらそうです。荻野さんのところ、農林中期さんはですね、この間の5月にやったアグリテックサミットでも協賛していただいてるんですけども、今回のフィンテックサミットでも協賛していただいてると。やはり多分私の知らない部分も含めてですね、フィンテックっていう部分において農林中期相当やっていかないといけない、その理由なり何なりがあろうかと思います。ちょっとですね、荻野さん一言だけこの議論を聞いてて感じたことも含めてお願いできますか。ちょっとマイク持っていきます。農林中期の荻野でございます。軽く非国籍だなと思いながら聞いたんですけれどでも意外とですね、そんなでもないなと思ったのは、私なんかは、どちらかというとそのデジタルイノベーション、フィンテックのところの担当をしてますので、今考えているのは、やっぱり、JA グループ以外の人たちを巻き込んでいろいろやれる場をこれから作ろうということで、今ちょうど企画をしているところなんですね。で、フィンテックだけじゃなくて、今聞いてると、皆さんやっぱりこういう方々がいらっしゃっていて、で我々も一緒になってやれる、これ多分 J グループとあんまりコンフリクトないなと思ったんですね。それはフィロソフィーの部分で、やっぱり日本 の, その農業とか
それから、まあ、あの人の生活とか食の問題だとか、皆さん本当に真剣に考えていらっしゃる。多分どっかの大きなプラットフォーマーが出てきて、農業のところで日本の農業のところで何かやろうという時に、日本の農業の将来はきっと考えてくれないと僕は思うんですけど、多分皆さんなんか一緒に考えていただけるんじゃないかと思って、私はなんかそういう場を作っていきたいなというふうに個人的には思いました。すいません、途中から入ってきたみたいですけど、栗田さんと岸さんはもともと農家さんのとか全く縁のない方なんですよね。私はあの祖母が、あ、そうなんですか。実はあの今先ほど松本さんの足切っておっしゃいましたけど、私名字菊池で、祖母まで実は菊池菊の菊池です。なので父とは母はやってませんけど、はい、もう一個上の代がやってます。あ、そうですか。栗田さん、僕は全く非農家ですね。結局、菊さんやその栗田さんのような方がその農業の再生みたいな形でいろんな、まあ、継承なりそれ以外のその業界の知識を持って、こういうところが農業遅れてるよねという視点でこう入ってこられて組織化されていく、いかれたわけですよね。で、先ほど土地と人の結びつけというのは、で私自身もそうなんです。私は農家じゃないんですけども、家業継ぎ上げなんですけど、何をやりたいかっていうのは生まれた時に決まっちゃってて、これをやりなさいっていう人たちの集団の中で、なかなかその菊さんやその栗田さんのようなマインドが育ってこない中で、なんとなく売れなくなってきちゃって、きつくなってきちゃって、やめてっちゃってもいいかなっていうような生産者、まあそういった人たちをもう一回束ね直して、志ある方がやっていってくれて、脱落したところにはまた新しく農業面白いかもしれないというやる気のある方が来れば再生していくんだと思うんですけども、先ほどの時給の話もそうなんですけども、実際そうなった時に本当にその農業に従事した人たちの生活レベルとか収入っていうのは現実に上がって幸せになってるのかというのと、例えばいつしかはその木さんも栗田も引退された後に、もともとの農家で育ったりその事業で育った方の中からそういう方が生まれてくるためには、そのどういうことがこの先必要になってくるというふうにお考えなんでしょうか。ありがとうございます。すごい難しいところですよね。結論から言うとですね、まあ、僕ら今やってるメンバーに関しては、まあ、今ガンガン収益を上げていってる状態です。で、もう一つ言うと、僕らが集めてるメンバーは全員農業やったことない人なんですよ。当然地主の息子とかでもないですし、具体的に言うとその農地を地主さんから利用権っていわゆる賃貸でお借りして耕作をするっていう話を取ってます。で、僕らが抑えるのは全部有給農地、耕作放棄地でやってるところで、まあ、そこだけをある種抑えていってるような形になります。で、まあ、耕作放棄地って必ず放棄されている、有給になっている理由があるので、まあ、それは本当に地主さんごとに千差万別なんですよ。相続で揉めたとかですね、ちょっともう市街行っちゃって働けないとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういったところを割と自治体さんと結構ギュッと距離縮めていきながら、一個一個抑えていってるっていうところになります。で、ご質問最後に、その既存の、まあ、農家のここせがれの方とかですね、既存で農業やってる方に対しての、まあ、サービス提供とか仕組みの提供っていうのもいずれ僕たちとしてはやろうとは思ってるんですけど、当面は農業やったことない人の方がですね、いろいろと楽なんで、今はそこにフォーカスしてやってるっていうのがスタートアップ的な発想になってますね。まず鮮度というサービスのお話をすると、農産流通の支援のサービスなんですけど、飲食店さんとかに、食材を届けてるんですけど、彼らが買う値段の8割を生産者に払ってます。なので、物によっては 1.5 倍から高いものだと3倍ぐらいになるケースもあって、まあ大分のフルーツトマトの生産者だって、ご存知のフルーツトマトって相当適化するんで、単価つかないとやっぱりすごく苦しくなりやすい、高単価商材でも狙っている分、単価つかないと苦しくなる、収量は取れないっていうやり方の作物になるんですけど、息子さん帰ってらして、で、ついだよって言ってくれたのが去年あったことで、それが一番僕たちとしては嬉しかったことですよね。で、まあ、そういった意味では、まあ、所得がついてきて、まあ、500万、1000万、入るんだったら、
まあ、正直東京で、なんかよくわかんない上司にやや言われてですね、あの夜中まで働いてなんかスーツプリング出さなきゃいけないみたいな、そんな面倒くさいこともないので、戻りたいなって、まあ、それは相対的な話なのかもしれませんし、実際農業に入る若い人って若干東京とかでめげちゃった子っていうのも多いのも事実だとは思うんですけど、そうじゃなくて親父がやる気出してて、親父もなんか結局東京にまず出張で来れるようになるんですよ、所得が上がってるんで。で僕らも行くんで東京来るんですよ。で、息子になんかちょっと偉そうに俺最近儲かってんだよねって言うと、息子もお、じゃあ俺もついでやろうかみたいな話になっていて、すごく、あざとい話ですけど、本当にそういう親子のコミュニケーションとか、親父がなんか結構儲けてていい感じでやれてるようになったって、銭湯があるからだって言ってもらえたのはやっぱり大きかったかなと。で、二つ目なんですけど、それも少し逆説的なんですけど、僕実はその地方創生とか、さっきあの農業を守るって言葉ちょっと違うよねっていう話があったんですが、僕は衰退を受け入れるべきだと思うんですよ。辞める人はどんどん増えていいと思ってます。で、物事って僕衰退をすることが問題なんではなくて、そこから再生しないことが問題だと思っていて、僕は衰退と再生を細かく早く繰り返していくことの方が重要だと思ってるんですね。そういった意味では、隣のおじいちゃんが辞めた時にすぐ若手が、ああその土地を俺に貸しなさいというような形で、やる気のある人たちを一緒にやろうと。で、ちょっと栗田さんと少し近いところで言うと、僕たち、僕を中心に上下15歳って言ってるんですけど、今僕38で、20代前半から50代前半の生産者で 98% です。で、今4200件あの生産者いらっしゃいますけど、でこの人たちは、隣のおじいちゃんが辞めたら、土地取ろうと腰たったと狙ってるお兄ちゃんでした。という感じの人たちでいうと、すごくそういった意味ではモチベーションデザインっていうところには特化してきた分、すごく、まあ、やる気系のお兄ちゃんたちが多いのかなというふうに思ってますね。はい、あの質問ありがとうございました。でも今の質問まさにあの黒川さんが最初に昨日って話したこととつながっててですね、やっぱ前の時からもやること決まってるとか、あるいはそのラインに乗っちゃったらもう単線でずっと行っちゃうとか、多分そういう考え方がずっと続いてたわけじゃなくて、結構この20世紀以降の日本の、あれ戦後の日本の結構特徴だったりするのが、いろんなところでちょっと歪みがあったりとか問題が起こったりしてるのかなと。なのでやっぱりある意味でいけばもういろんな変あの選択肢があるんだよっていうようなことをどん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 やって、さっき衰退とあの再生って言いましたけど、これはあのベンチャーの世界で言えば、あの開業とその倒産っていうんですか、廃業っていうんですか、いや、あまり縁起のいい言葉じゃないですけど、でもそれをこうどん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 繰り返す、その廃業率もその廃業率も低いっていうのが日本の問題だというふうに言われている通りですね、新陳代謝っていうのが結構やっぱ大事なポイントでいう意味でいけばですね、今のお話というのは非常に通じますし、なので、あの今のご質問された方のあれとも言っても、あのすごく重くあるいは暗く考えるんじゃなくて、こうステップをこう刻むような格好で、一回その自分の人生は一回だけでも、その中で、3回か4回いろんなことをできるような、それを受け入れるような感じになっていくといいのかなという感じがしますね。松本さんなんか今の話、黒川さんなんかあれですか、いいですか、松本さんなんか。農業の形はいろいろありますので、まあ、私はあのどちらかというと若手のですね、人たちがこうフラストレーション溜まってる、いわゆるプロの若手の方たちがフラストレーション溜まってるところをどうやってそのビジョンを描かせるかっていうところに特化した、まあ、私も農業のフランチャイズサービスの会社なんですけれども、やっぱり大規模化したいっていう人もやっぱりいるんですね。コモディティでもいいからそこのフィールドで戦いたいと、そういう人たちを戦わせるそのツールがないということで我々はそこをやってますけれども、先ほど、まあ、いろいろその農地が出てくるということで菊池さんのお話がありましたけれども、私らも規模拡大ガンガンやりました、今年間延べで私がいた農業法人は50ヘクタール露地野菜でやってますので、米麦大豆にすると大体100ヘクタールぐらいの規模になるんですけれども、まあ儲からんときは儲からんですけれども、儲かるときはもうカツンと儲かると。だからそういう非常にコモディティな人っていうのはギャンブルなところがあるんですけど、まあそれはそれでね、やっぱりそういう生き方をしたいっていう人もいるので、なんかこれでなきゃいけないっていうそういう決まりはない、もっと経営っていうのはすごい自由だって僕はいつも若いのばさんに言うんですよね。であなたが社会にとって必要な存在であれば絶対潰れないよと、必ずスポンサーがある。だから今日本の企業で潰れかかっている企業というのは社会から必要とされてないという
劣化がもうどうしようもない状態になっていると。だからそういう自分たちが常に社会に必要とされる存在であるかどうかを自分に問いただしてみれば、あの、おのずと道は開けるみたいなことは僕は言うんですけどね。はい、僕松本さんとあの大規模農家のところのお話を一回見してみたいなと思ったことがあったんですけど、今日本ってあのこう需要の方が減退していってるじゃないですか。一方で小松菜みたいに日本全国一斉にワインって作ってドーンって一番出すから暴落ドーンってみんなで豊作貧乏って言うんですけど、で豊作貧乏の上にですね、あの作りすぎると某省のですね、法律があって、産地なんか出荷安定系で産地で潰せっていうルールがあったりするんですよ。で産地で潰して補助金渡すんで、それ補助金で買い取ってるのとイコールだったりするんですけど、なんか今って市場って異常にその価格のスパイクがすごくないですか、こう量と供給みたいな。その時どうやってなんかこう作物こう来年とか翌作何作るぜとかってどうやって決めてるんですか。僕らは基本的にヘッジするために7品目作ってます。だからあの探索でやるとそれもギャンブラー、違うギャンブラー私はそんなかけ方は絶対しないですから、必ずヘッジします。でもあの従業員の雇用を安定化させるっていう部分で年間雇用を維持するために7作作っていると。だからなんかそうやってそのもう畑で潰さなきゃいけない、もうこれもなんか涙も出ねえやみたいなことをよく言うんですけど、それはあんた別のものを作ってちゃんと平地しないあんたが悪いんじゃないって、僕らは自己責任だと思って見てますよ。なんかそのポートフォリオを組む時のなんかコツみたいなのあるんですか。なんかこっちが落ちるときこっち上がるぜみたいなのあるんですか。基本的にですね、私らは路地の根菜作ってるんですけど、路地の根菜っていうのはどこで相場が決まってるかというと、実は加工原料なんですね。だから加工原料をとにかく我々取りに行かないといけないと。そこが相場が上がると輸入品が入ってきてまたスッと落ちてくると。だから今ね、農家さんに僕ら言ってるのは、あなたはもうちょっとその加工原料のマーケットを先に占有しなさい。で、甘いものをスーパーに売りなさい。だからメインはもうスーパーじゃないんだと。だから市場でのその何ていうかな、あれサイズとか等級も M が一番高い値段っていうよく言うんですけど、それよりもいわゆる B 品とか規格外品をどれだけ金に変えることができるかが実は経営の中身としては非常に重要だというところですね。すごい面白いですね。今日ここにスーパーをしていたらすごく新鮮じゃないかと思うんですけど、まあ、本当その通りじゃないかなと思うような発想ですよね。非常にさっき菊池さん言ったのも気になったのはトップライン、売上、やっぱりアマゾンなんていうのは儲かったりというのが一つあれであって、売上は伸びていってる。でもトップラインがやっぱ伸びていくっていうのはこう大切さっていうのは多分あるんだろうなと思うんですね。で、やっぱりそれがこう、ボラティリティが高すぎて安定しないというのも一つかもしれないし、少子高齢化で需要が減退していくんじゃないかというこの潜在的な恐怖感というのもあると思うんですけれども、このやっぱ皆さんは別に農業に限らずですね、この売上がこう伸びていかないこの恐怖というんですか、いうのは絶対ありますよね。相当その時にやっぱなんとなく黒川さん流に言わせればですね、売上が伸びない3つの理由がすぐ簡単に出てくるみたいな経営者も結構多いと思うんですけども、シミュラリティ的に言えばですね、売上を 5% 伸ばすとか 10% 伸ばすじゃなくて2倍3倍増やすというようなくらいの発想でいかないといけない、あるいはそのくらいの中長期的なビジョンを描かないと、さっき言ったような ICO であろうが VC からのマネーであろうが多分調達できないとした場合、皆さんこれからじゃあトップラインを5年後10年後どんな風に描いてますか。でそのじゃあ順番どちらか、菊池さんからいきますか。それは我々の事業として、事業としてですね、僕らスタートアップなのでスタートしてアップしなきゃいけないので、それなりに急角度で当然見てまし、やってますし、ベンチャーの中でもうちもその5億円以上の調達をやった会社ですし、次のラウンドもあったりするんですけど、新調達することが別に目的ではなくて、実はもっと言うと僕たち、売上を上げることも目的にしてないんですよ。なんですかね、売上が上がらない時の、先ほど売上が上がらない理由っていうところとか、上げるコツっていうのはたった一歩でユーザーを見るっていうことだけだと思うんですけど、僕たちの本質って、生産者支援なので、どれだけのうちが100億扱ったら生産地に80億落ちるんですよ。でも通常の流通だと100億だと30億ぐらいしか多分畑に落ちないですね。
なので僕たちはこの畑に回せるお金を増やすために流通量を増やしていかなきゃいけない。じゃあ買い手は誰にするんだ、その価値を理解してくれる人は誰なんだってやっていくことに尽きるので、基本的にはその畑から、生産者がこだわって、正当なで合理的な対価を欲しいと、でそのための努力なり競争をするという生産者さんたちの価値を認めるお客さんである限りにおいては全マーケットがターゲットと。で当然早ければ早いことがいいと。でもこれも実はコツがあってですね、特に松本さんとかすごく分かっていただけると思う。じゃあうちが倍になったから松本さん倍出してくださいって言っても、松本さんにも条件があるんですよ。で例えば今これ需要あるから松本さんこれ作ってくださいって言っても、いきなりは、当然2年2作3作やってみないとわからないところで、ね、農家さんの成長にちゃんと寄り添えるかっていうのも結構重要で、僕たちが10倍を描いても1人の生産者のものが10倍になるわけではなくて、当然生産者の数も増やすと。でその人たちが 1.2 倍 1.3 倍 1.5 倍ってやっていけるような形でデザインをしなければいけないという意味では、やっぱり両面のお客さんを、取っていかなきゃいけないと。でこの、顧客獲得コストとか必要なシステムの開発にお金がかかるので、資金調達をする必要がある。でそれをないと逆に売上が立たないから、さっき売上という資金調達手段の前提となるから、先に、融資なり、資金調達出資なりを受けるっていう考え方でやってるんですけど、次のラウンドは多分僕ら2桁億円の調達になると思うんですけど、なぜそうしたかというと海外のためのシステムを作る必要があるからということですね。なので、あくまでその目的と手段がこう逆転しないようにとか、テクノロジーも手段なので、テクノロジーが何かこう、資金調達の理由っていうのもちょっと違うのかなというふうには思ってはいますね。で、さっきの端的なお答えをすると、現状の大体10倍ぐらいが来年の計画ぐらいになってますね。栗田さんどうですか。どれくらいの成長を志しているかと思うんですが、質問としては。指数関数的な成長を志してますね。はい、シンキュラリティ的に言うと。まあ、その、僕らとしては、なんですかね、次の農業のあるべき形を栽培体系として模索していきながら、それをできる限りたくさんの人に再現してもらうっていうのが、まあ、農業フランチャイズっていうところのコンセプトなので、まあ、そこにくくりであるものは全部やっていくことなんで、国内問わず海外も当然のようにやっていきたいっていうのがありますね。で、まあ、それでやっぱり一番重要なことが、その補助って今言うんですが、畑で何が起きているのかを徹底的にトラックするっていうことだと思っていて、まあ、その環境だけ、まあ、その上とか下とか、あと、作業している人が今何をしているのか、どれくらい働いているのか、みたいなことが、当然その N 数が増えればデータが集まってきて、あ、そこでなんかちょっとデフォルトしちゃったやつはデフォルトの原因を究明できるような、まあ、データのインターフェースやダッシュボードでアルゴリズムを作っていくっていうことかなと。で、僕らとしては全部自社で内製していくそれは全くなくて、まあ、それこそ菊さんとか松本さんとご一緒できるところがもしかしたらあるかもしれないですし、僕らはその OS 的にもう、ひたすら API 切りまくっていろんな方と連携をしていく。で、そのテクノロジーのトレンドってやっぱり変わっていくと思っているので、例えばその作業の人に与えないときにそれがロボットなのかまた違うものなのかっていうのはいろんな技術トレンドで変わっていくので、そこに柔軟に僕らがこう対応できるような、割とライトなその希少価値高めで筋肉質なその集団であり続けるっていうことが、まあ、僕らの軸としては結構重要かなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。松本さんいかがですか。まあ、売上は増やそうと思えばいくらでも増やせます。それは全然、どうってことはない。それやるかやらないかだけの話なんで。で、問題はですね、我々が今やってるのは、もう最初から、ドメスティックなスケールでは描いてないです。最初から世界の農業の情報の、いわゆる、それを全部我が手の中に取りに行くというのは私の考え方です。野心的ですけれども。農業に関する情報っていうのはですね、二つ、あるんですね、要素が。一つは、モニタリングする、観察することによる情報が一つ。もう一つは、生産プロセス、こういうことをやったということを承認した情報っていう二つの側面があるんです。で、我々は実は、国際認証であるグローバルギャップに対応したシステムで、かつ、営農管理に対応したシステムっていうことで、2012年にその国際コンペで、まあ、賞をいただきましたけれども、いわゆる承認をする情報の取るスペックでは国際的なもうトップを走っている。で、例えばですね、
皆さんよく考えていただきたいんですけど、農業の情報を掘り出すって実はすごい大変なんです。農業のことは IT の分野の皆さん分からない。で、僕らが今やってるのはですね、アサリとハマグリが砂の中にいると存在していることがあって、そのアサリとハマグリを僕ら取るのがめちゃくちゃ得意で、それをじゃあどういうふうに料理したいか、例えば Google はそれは酒蒸しにしたいとか、 Amazon はそれはじゃあ棒漏れに使いたいとか、いろいろこうあるわけですよね。料理するのは皆さん自由にやってくださいって僕らが掘り出してきます。そこを僕らが取りに行ってるので、あの極端な話、その資金調達で Google さん、あんたら情報取れんやろと、わしらが取ってやるわ言えば Google だって当然反応すると思います。だって誰一人そこを取りに行けてないんです。で、今実は海外から、そういう話がもう結構出てきてまして、政府系からも来てるし、あの我々のシステムのインターフェースを見ていただいて、動きを見ていただいて、これこっちでも使えるんだよ、あっちでも使えるんだよって、要はそういうインターフェースが非常にそのインスピレーションを湧き立たせる重要な要素なんで、我々は農業現場で使える、それもいろんな作型、いろんな品目で使えるように最初から非常に緩くカスタマイズできるように仕組みを作って、ね、国際認証にも合わせているので、世界中の農家で使っていただけるような仕組みにしているので、我々のビジネスの一番の、最終的な根幹は農業の情報です。ここを我々が掘りに行くというのが、まあ、我々のビジネスの根幹になっています。なるほど、ありがとうございます。僕、昨日の麻生さんの話でもですね、めちゃくちゃあの情報という言葉を、使われてて、情報をとにかく広く集めて、しかも集めるだけじゃなくて、それを工夫して、稼げる力をつけると。あの昨日、今治造船の話をしててですね、あの400メートルのタンカーを間もなく浸水させるというの、その話知ってる人を手を挙げてって言ったら、会場300人くらいいたのに6人しかいなかったって話ですけども、でもそのくらい、その今治の造船の結局、400メートルのタンカーに何万個 のコンテナを詰めると。相当なコンテナ詰めるそのタンカーを買う船主っていうのは世界中の物流の情報を握ろうとしている人たちで、そういう人たちがお客であると。今治その今治の造船に資金を調達のための休暇をあれしているのが、メガバンクの今治支店長だっていう。でそこに情報集まってるっていうようなことなんだよと。でそれって東京じゃないですよねみたいな話をしてて、で今日地方創生って話した時にどうしたら東京一極集中で東京じゃなきゃみたいな発想してるけども、麻生さんの言葉から言うと東京ってのは単に頭でっかちで足腰弱ってるだけで、むしろ地方の方にもっともっとすごいいろんなことが起きてるし情報も集まってる可能性があると。なので松本さんの話聞いてるとですね、その情報どんだけの価値があるのかなと思いながらも、本当に世界中の情報を集めてですね、ちょっと勝負打ってちょっとして、はい、あの穀物の例えば穀物の情報をですね1点握ったらシカゴの穀物相場は僕のものですそういうものです。だからあの今衛星でモニタリングするっていうところである程度読めるところあるんですけど、生産者がどういう動きをしているかっていう承認されたデータがこうそこにもう一つのディメンションを構築することによって、シカゴの穀物相場は全て僕が握るということができる。最初から僕はそういうストーリーを描いてからこういう会社を起こしているので、だから情報っていうのはですね、軍事の中でも非常に重要な要素である。私は経営学を勉強してないんで軍事から入ってきてるんですね。で軍事的にビジネスは軍事だと考えた時に情報の重要性っていうのが非常に重要だったんで、もうそこはあの特に皆さん一生懸命やる人にはそういう情報をうまく活用していただけるようにしたいっていうのが我々の考え方。農業の生産者からそのいろんな生産者関連の情報をこう吸い上げていって、それを使えるようにしていくっていうその作業っていうのは、他の人が急に松本さんの今の話聞いて思いついて、よし俺もやるぞって言ってそう簡単にできるものではないですか。その無理無理な理由、現場にいる人がそもそも思って現場で必要とされている情報 と、それを使って何かをやりたい人のこう考え方っていうのがこうズレがあるわけですね。これをこうちゃんとトランスレートできるような経験がないとなかなかできない。でシステム屋さんが作ったシステムってね、作業動線に合わないんですよ。で僕ら作業動線からシステムのマスターを作れるように最初から作ってるんで、あの使った人はみんな分かるわけですよ。だからあの大手の、まあ、F という会社のシステムがありますけれども、そこから乗り換える方が実はすごく増えてて、おかげさまでって感じですね。
あの F 社も今回 の, あのフィンテックのスポンサーも1社ですのであえて実名は言えませんけども A っていう多分アプリケーションだと思うんですけど、はい、あの頑張ってもらいたいなと思います。あのもう時間がそろそろなりましたので、この辺で、ファーストセッションを終わりにしたいと思いますが、最後一言ずつあの手短にですね、あの感想なりですね、何かあのわざわざ来ていただいた方々へのメッセージも含めて、はい、農業は確実に変わります、変わらないじゃなくて変えていってます。ですので、そのためには変わるためには、どうしても資金というのは外せません。産業革命はさまざまな技術要素があっただけでは起こらなかった。それに対する資金供給があって産業革命が起こった。つまり農業が第二の農業革命を起こすためには資金、これが必要なので、ファイナンスの皆さんと我々っていうのは重要なパートナーであると、そういう認識で思っています。あの既存の農業の直線上に今後の農業の形があるとは僕らあまり思っていなくて、もうなんかガラッと変わっちゃった時の農業ってどんな感じなのかっていうのを僕ら日々妄想してるんですけど、まあ、その時に当然その自分たちだけで全部ができるってことって絶対にありえなくて、他の方々とどれだけ技術的に連携をしてリソース的に連携をしてみんなでこうガッと物事を変えていくかってことがすごく重要なので、まあ、当然その中にフィンテックってのがあるんですけど、まあ、フィンテックに限らず、まあ、一緒なテクとかもあるかもしれないですけど、まあ、そういったもののこうテクノロジーと、まあ、僕らのこう農業集団みたいなのをどん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 こうリアルにコラボレーションして新しい現象を生み起こしていけたら、こう面白い日本がそのキーノートのスピーチであるように出てくるかもしれないと思ってます。はい、はい、まあ、フィンテックのサミットということで、今の、まあ、農業ファイナンスとか農業フィンテックっていうところに関しては僕はまだまだ、金融商品としての設計の可能性とかまだまだあると思っています。でなので、単純に今 ICO だクラウドファンディングだ、基本のいわゆる今のエクイティによる資金調達とかデッドだっていうものを、当てがっていくというよりは、僕は栗田さんにも、すごく賛成で、新しいモデルにどういうふうに、最適化するのかっていうところの、金融商品設計とかそういったところが今重要視されるべきなんじゃないかなと思ってまして、僕らもそこを取り組んでいこうと思ってます。で、これの対象が生産者自身なのか、生産者をサポートする我々みたいな、事業者にとってのファイナンスかっていうのはまた別の議論だと思うので、農業、いわゆるこういう農業ベンチャーだったり、農業アグリテックっていうところに対しての資金流入っていうのも潤沢であればあるほどテクノロジーの進化っていうのは進みやすいですし、あとでそれがテクノロジーの開発にちゃんと回るということが前提で回りやすいと思いますし、もう一方で生産者に向けてのファイナンスのキャパシティというのも増えていったらいいのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。そうですね、ほぼ1時間半90分でいらしていただきまして、どうもありがとう、活発な意見を言っていただきありがとうございます。皆さんどうも、あの参加方にですね盛大な拍手をお願いいたします。